ジョニー・ウォーカー、ジョニー・ウォーカー、ジョーニエ、ウォーカーは世界的に有名なスコッチウイスキーのブランドである。1820年にスコットランド南部のキルマーノック、キルマーニックの町において当初食料雑貨店として創業され、1830年頃からウイスキー製造を開始し、1909年から創業者、ジョンの愛称にちなんだジョニー・ウォーカーのブランド名で、 販売されるようになった。世界で最も普及しているスコッチウイスキーの銘柄として知られ、世界中のあらゆる国々で流通し、年間2億本以上のボトルが出荷されている。現在のジョニー・ウォーカーは、世界最大手のイギリス酒造企業、ディアジオ社が抱えるブランドの一つとなっている。創業者、ジョン・ウォーカー。ジョン・ウォーカーは、1805年に、 スコットランドのキルマーノックの町で生まれた。1819年に農場経営者である父親を亡くし、運営が困難となった農場を売却したウォーカー家は、その資金で翌1820年に食料雑貨店をキルマーノックの大通りに開いた。これがウォーカー社の創業とされ、当時若干15歳のジョンは家族の大黒柱として店を切り盛りした。 1823年に酒税引き下げの機会を得たジョンは様々なアルコール飲料を販売して利益を上げた。1825年以降になるとウイスキー販売を事業の中心にするようになり、またジョン自身も蒸留所を開設した後に他の蒸留所とも取引してバッテットモルトのスコッチウイスキーを製造するように言った。これはウォーカーズ・キルマーノック・ウォーカー・ S。 キルマーニックウイスキーと名付けられて一定の知名度を獲得した。ジョンは1857年に死去し、息子のアレクサンダーが事業を引き継いだ。ジョンウォーカーはウイスキー製造の意志を築いたが、それを世界的なブランドにまで高めたのは、息子のアレクサンダーと孫のアレクサンダー二世の功績である。ジョンはウイスキー製造と並行して様々な種類をも取り扱っていた。 アレクサンダーは小売り販売をやめて自家製造と卸売業に専念すべきだと父親を説得した。ジョン時代のウイスキー製造事業は会社利益の8%を占めるに過ぎなかったが、アレクサンダー時代には会社が急成長する中で利益の90%以上を稼ぎ出すようになった。引用、ジャイルズ・マクドノー。二代目、アレクサンダー・ウォーカー。アレクサンドル・ウォーカーは、 キルマーノックの町に鉄道が開通したのを後期と受け止め、ウォーカーズキルマーノックの生産設備を拡充した後に流通販売を広げて大きな利益を上げた。今日の象徴的な四角いボトルはこの1860年頃に発案されており、2箱に隙間なく詰め込めるようにして大量輸送を助けるためだった。またボトル幅の狭さに合わせてラベルを斜めに貼るようにした。 1865年には、より大量の生産に対応するべく、ブレンデッドのスコッチウイスキーに切り替えることを決めて、バッテッドモルトのウォーカーズ・キルマーノックにグレーンウイスキーをブレンドしたオールド・ハイランド、ウォーカー・エス・オールド・ハイランドの製造を開始し、これが現在につながるジョニー・ウォーカーの原型となった。ウイスキー製造事業の基盤を拡大したアレクサンダーは189 18年に没し。 その息子であるジョージとアレクサンダー二世が後を継いだ。三代目のジョージ、ジョージ・パターソン・ウォーカーとアレクサンダー二世、アレクサンドル・ウォーカー E は、1909年にオールド・ハイランドを解消して、ジョニー・ウォーカー、ジョニー・ウォーカーのブランドを立ち上げた。これは創業者であるソフジョンの愛称にちなんだものであり、ブランドロゴに描かれているシルクハットをかぶる赤いテールコートを着て、 ステッキを片手に大股歩く男性は、洒落者として知られていたアリシヒノジョンの姿であった。白ラベル、六年物、赤ラベル、十年物、黒ラベル、十二年物の三色が世に送り出され、ジョニー・ウォーカーは、イギリス国内のみならず、海外にも広まった。事業の急成長とウイスキーの生産拡大に伴い、経営面を担当するジョージは、スコットランド各地の蒸留所を、次々と買収した。 製造面を担当するアレクサンダー二世は1920年にウイスキー分野での功労を認められて英国王室からナイトに除任された。第一次世界大戦の混乱を経た後の1925年にジョニー・ウォーカーブランドは当時の酒造採大手であったディスティラーズ社ディスティラーズ・カンパニーの参加に入った。1934年にジョニー・ウォーカーは英国王室御用達し ローヤルはアラントを拝命した。それから半世紀後の1986年にディスティラーズ社はギネス社、ギネスに買収された。その時期に青ラベル、最古年ものと黄金ラベル、18年ものが販売された。1997年にギネス社はグランドメトロポリタン社、グランドメトロポリタンと合併して世界最大手の酒造企業となるィジオ社、ジアゲオ、 誕生したその発足に合わせて、緑ラベル、15年ものが発売された。現在のジョニー・ウォーカーのブランドオーナーはこのディアジオ社で、ある。日本では、ジョニーロ、ジョニーカの愛称で親しまれており、昭和期の日本では、庶民の憧れとして、大衆文化にもしばしば登場した。1957年においてのジョニーロの実売価格は1万円であり、これは、 当時の大卒初任給2ヶ月分に相当した。1985年頃になると、海外旅行者の増加に伴う免税品の利用から入手しやすくなった。1989年に消費税が導入されると、物品税とウイスキーの等級制度がそれぞれ廃止されたことで、さらに購入しやすくなった。2017年の現在においては2500円前後で購入できる。 2009年10月、日本国内の輸入販売元が、ディアジオジャパンから、キリンビールに移行した。2018年3月には、アメリカが収穫限定商品として、女性版とも言える、ジェーン・ウォーカーが発売された。2006年、ジョニー・ウォーカーは、レバノン、ベイルートのビルにかけた巨大な広告で、ニュースになった。広告は、国が被害を受け困難を余儀なくされている人々に、 同情し励ましているが、球場の原因が何であるかは示していない。これを紛争の片側に味方していると見る人もいる。同じ広告は北、イスラエルにかかっていないからである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。